フィッシュマンコラボロットどんなものになりそうですか。8フィート超えのようですが、いやーよく見てるね。悩んでる。つまりサビオをもうサビオより長くて、もう少し重たいものがこう普通に快適に投げれるようにある程度シャンとした差を、つまりこう割合一般的なハタロットに近いくらいのこう張りがあるものにしようかな。で、基本的に狙う旗のサイズが30センチか40センチくらいまで、50オーバーに的を絞ったものでないものが一つは欲しいね。うん、そんな出ないから堤防からだから、堤防で釣る人の方がほとんどじゃん。堤防から20センチ、35センチくらいをある程度ヘビーウェイトのものを使って楽しく釣ろうとすると、サビオだとちょっときついよね。サビアだとちょっと短いよね。うん、そうするとやっぱ8フィートとか 8.5 フィートくらいで、そうだな、15グラム1オンスぐらいまでを投げようと思うと、ある程度張りを持たせたいし、パンパンってやりたいじゃない、そこで。うん、そういうのも必要。あとガチも欲しいよね。磯でも使えますよ。磯で、50クラスがね来ても OK だよっていうのも両方欲しい。ベイトタックルでのシーバスも楽しいですよ。楽しいだろうね。っていうか僕は何でもやってるよ、バスロッドで。ボートだけど。あ、堤防でも随分やってる。あのメバル釣り行くんだけど、メバルロッドだとしんどいんで、あの バス用のベイトロッド、あの当時何使ってたかな、メガバスとか上田の F5 ぐらいのロッドで、うん、軽かった組んでたね、100とか200とかで、そっちに10センチ前後のミノを結んでシーバスは釣ってた。それは分かります。もう20年以上前とかね、まだシーバスが好きだった頃。20年前、30年前にね、シーバスルアーフィッシングやりすぎて飽きちゃったんですよ。でメバルだけ飽きない。正直言うとアジングも飽きちゃった。今はメバルとハタがおもろい。メバルずっと面白い、うん。お宝ルアー的なものはあったりしますか？あるある。あるよ。あるよ。ここには今ないかな。もうね、二度と手に入らないようなものっていろいろあるじゃない。このマリアさんのこういうポッパーとか。ね。うん、まあ、今ここ、ぶら下げてるやつは あんまり珍しいものはないけど、こんなんとか後ろの箱の中にいろいろ入ってるけど、この中水車がついてるね、変なやつ。これ一回これで大物旗つってやろうかしらって企んでるんだけど、軽すぎてダメ。水面系だよこれは。うん、メインラインにナイロンを使ってるの見たことがないのですが、あ、それは僕がそのいわゆるブリーディンさんでレオンという形で世に出てからメバルばっかりやってるから、あのメバリングやるのにナイロンの方が有利っていう場面少ないよね。どうしてもあのある程度の水深を攻めたり、で要するにウォータープレッシャーかかるじゃない、深ければ深いだけで、そこへ沈む系のリグを送り込んでやろうとすると、ナイロンはねどうしても伸びるので、あのナイロンをねすごく推奨してる人たちがいるじゃない、まあ缶釣りだったりで、ソルトでもナイロンナイロン言ってる方いるけど、ソルトでねナイロン使ってる人たちはね、あの太いナイロンが使える釣りしてんのよ。でも僕らみたいにね 0.5 号のナイロンで水深10メーターとか攻めてごらん、例えばジグヘッドで当たりなんか絶対分かんないから。今ポリエステルに慣れてる人が 0.3 号のフロールを使って 0.6 グラムで、ね、8メーター10メーター沈めてアジの当たり取りってごらん、当たり分かんないっていう。僕ら慣れてるか分かるけど、エステルに慣れちゃった人はフロールの当たりが分かんない。
フロロで慣れちゃった人はナイロンだったらもっと分かんなくなる。ね、糸が張ってる状態で一番感度が出るのは PE、 次がエステル、フロロ、ナイロン。じゃあなぜ当たりが分かんなくなるかって伸びるから、伸び率の問題。だから僕なんかは軽流プラッキングとかね、あのスプーンのツーとかやってる時は圧倒的にナイロンでしたよ。で、メバリングでも表層系の釣りをするときにはね、ナイロンの方がキャスタビリティいいし、同じ太さでもナイロンの方が絶対的に強いし、同じ 0.5号つったらね、フロロはねかつて2ポンドしかなかったのね。今は 2.6 とか 2.8 とか3ポンド近い、0.5 号でねものもあるけど、昔は2ポンドだった。でもナイロンは 0.5 号でね平気で3ポンド余裕であったね、昔から。だから同じ太さならナイロンの方が強いってことを考えると、使い勝手が非常にあるんだけど、止めてこう当たりを切ってカーンとかけに行くような釣りではやはりちょっとナイロンは感度が鈍すぎてね、その辺がちょっと使いづらいなっていうのが、ソルトのライトゲームであまり好まれない理由だと僕思ってる。ないない、釣りの楽しみ方を学ばせてもらってます。楽しいのが一番で、一番ね釣りを楽しもうとした時に一番重要なのは他人に振り回されない。何が楽しいかは自分だけの世界だから。メバルに魅了され続ける理由は何ですか。これはねバラエティ、うん、水深40メーターから水面までどこでも釣れちゃうんだよ。どこでもってそのポイントによって全然居場所が違うんだけど、なかなかそんな魚いなくない？で、ね、おもちゃのようなトップウォータープラグ、これ知ってる？これジタバタアライクンつって、ここへこう金属のねこうカップがついてたのを外して、僕メバル用にチューンして使ってんだけど、お腹にフックがあるでしょ。これでメバル、これはトップウォーターだから全く沈まないからな、あのヘドンじゃない懐かしいルアーだよね。こんなこアライグマで水面に浮かんでるだけのルアーでメバル釣れたらめっちゃ楽しいじゃないですか。そんなね魚ってメバル以外いないのよ。これ結構僕釣ったからね、ちまちまアライ君とかジタバタアライ君でメバル釣りをしたいと思う人にヒントあげる。テールバイトが多いから、そうズイールです、テールバイトが多いからね、尻尾にヒートン打ってフックつけたら飛躍的に釣果が伸びた。つまり尻尾だけでいいのよ本当はでも本体があった方がね、これでメバルぶら下げてへーってやっとくら笑えるからフロッグはこうフックとかのシステム的にメバルきついよ、うん、上にでっかいフックついてるんじゃん、うん、例えば濃いウイドエリアを攻めるんであれば、あのまああれかフロッグというよりね、僕がやろうとしてるのはあのこれよ、ジュラクローよ、ジュラクローの2インチ、これは3インチで 2.5 インチ、2インチまで出すけど、その2インチとか 2.5 インチ使ってフックシステムだけね、オフセットフックの1インチフックとかをつけて針先をここに隠す。そしたら物密集したところへこれ投げ込めるよね。で物をペペペペって引いてきて、藻がないところでプッと落ちたらハイフロートじゃないからちょんと水かましてやるとゆっくり沈むよね、こんなで、ちょんちょんガバーって食ってくると思わない？なんかフロッグである必要ない、こういうのでいける、そのために僕はこれ前後付けで切るようにしてる。だから物とこでやるんだったらこっちが前ね、でオフセットフックをこう刺して、これで物上にピュッと投げてちょ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 ぽっおにょ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 なんてビビ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 ビメバルガバ面白いから
もう釣れるぞ、間違いない。で、物密集したなんてね、ほんとみんな手つけてないからね、でっかいのが残ってる。これが、次の春の、僕の中のね、お楽しみになってです。グラビンバズみたいなものですか。そういうこと、そういうこと、そういうこと。ネバリンググラビングバズ。そのためのね、ルアーですよ。ネイル入れてモニバックスライドさせ、あり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 。僕の場合はここへね、ニャン玉進化つける。ニャン玉進化、ニャン玉進化をケツにつけて、そういうのもあり。ネイル進化でも OK。 面白そうでしょ。面白いだけじゃないよ。そういうとこ攻めると誰も手入れてないから、でかいのが残ってんだって。あの激戦区でも、一人でいい釣りできるよ。ジュラクロ、この3インチはまあ旗用だと思って、フラットフィッシュだとか。だから 2.5 はもう全然メバル釣れるからね。でメバルのサイズがちょっと小さいなと思ったらね、年末に出すので2インチ。はい、春楽しみ。ほんと、もがみっちりあるうちにね、人が打てないところをね、打ちましょう。妄想膨らませるの大事。もう僕ら妄想族、腕が効くよ。腕っていうか、こっち小屋足がね、足がね、ビーテスラに合わせるリール、イグジスト。自分の頭の硬さを痛感しました。柔らかくいきましょう。ゴルタシャローが穴場だらけで、そう、モバとゴルタシャローは穴場だらけ。水深コールぐらいのところへ、30センチ、40センチのところで、30センチとか34センチとか出てんだよ。それも、大きなメバルは釣れませんってみんながもう自信持って言う地帯エリアで。地帯でね、すごい人いるんですよ。ほんと浅いところででっかいメバル釣ってる。みんなそこ行ったら、そこの上に立ってるような場所で、ベイトフィネスでピン打ちしたから、そう。ベイトフィネスで、ジュラクローのノーシンカーで、ノーシンカーね、モノポケットで、モノ向こうへ投げて、引っ張ってきてモノポケットへスッと落とすので、ちょっと水かましてやるとゆっくり沈むじゃん。もうそれだけで食ってくるよね。で、食わなければチョ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 ってやればゴン。沖縄でも全然使えそう、ジュラクロー。もちろんですよ。リーフで根がかりの激しいところへね、あのフックセットとシンカーのセッティングをうまくやりさえすればね、いろんなもの釣れるんですよ。根掛かりもしにくいし、メバリングに置いているのドラグはどのように調整されてますか。指ドラグ使われますか。指ドラグ使わないね。僕アジングメバリングでやるときは、例えばフロール巻いてるじゃん、ね、ちょっとやってみるね。みんなコメント待ってよ。これがフロール 0.85 です。僕がこのフロロの08のドラグセッティングをするときは、この状態で持つじゃん。ね。この勢いで引っ張って、切れないドラグセッティング。これ一番簡単。あらら。今ちょっと締めた。ほら、切れたじゃん。だから、スタートダッシュのものすごく速い魚がかかった時に、ジャーッと出された時にやられるわけじゃない。例えばアジなんかで尺を超えてくると、ウェイトが乗ってる上にスピードが速いよね。いい感じで、おお、これ結構来たぜ、いいぜ、尺アジ、尺は超えてるぜって足元寄せて、寄せた時に切られるんだよ。ね、僕もな、散々昔やらかしたけど、寄せてなんだろうな、アジがわあ人間いるわって気がついた瞬間に、35センチぐらいのアジが気がついて、そっからブワッと走った時によくやられるんだよ、プチーンと。なので、これ切れたからちょっと緩めるわけ、ね、で切れないでしょ。これが一番簡単。はい、ということで次のご質問どうぞ。